こんばんは、AKB48 の北原理恵です。岩佐美咲です。横山由依です。今夜はこの3人でお送りしまーす。お願いしまーす。お願いします。横山チーム K の3人ですね。そうですね。そうですね。キャプテンと副キャプテンと、はい、一般人。平民。平民じゃない。ほぼそうですから。キャプテン平民。平民代表でいらっしゃってる。そうですね。市民の気持ちを今日は。そうそうそう。そう何の会ですか。はい。北原さんめっちゃすごいですね。はい、すごい !29 回目はい、今回で。1位なんと1位になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ついに念願の1位でございます。倉持さんと並んでおりますね、うん、でもゆいちゃんも21回目って割と、うん、割とですよね、迫ってるね、すごいね、ちょっとね逃げなきゃね、スパートかけてますね、今ちょっと頑張りますわ、はい、わさみんは11回目、うん、11回目です。なんかでもまだ19だから、あ、若いんだ。そうだから去年で出たばっかり、解禁になったばっかりですもんね。わさみんって本当にさ意外に若いよね。そうなんですよ、みんなに忘れられがちだけど意外と若いんで、大人っぽいですけどね。そうかな、うん、嬉しい。しかも5期7期9期ということで、うん、あ、ちょうどいい間隔が、奇数です。ね、ほんまや、2期ずつ空いてる、奇数やだね、うん、うん、いいですね。はい、なんでよろしくお願いいたします。お願いいたします。よくさ、多分ね、誰にも気づかれてないだろうなって思ってたけど、うん、わさみんと私とゆいちゃん、うん、あのわさみんとゆいちゃんも、うん、わさみんと私も、うん、割と仲いいよね。割と仲いいですよ。でもプライベート遊ぶまでじゃない。あ、そんなことないっけ？ない。ないね。あ、ある。あ、一回ご飯行った。カラオケ。あ、カラオケ行ったじゃん。そうだ。そうだ。カラオケ行きました。カラオケ行った。ゆいちゃんと遊んでないよね。そうなんですよ。うん、遊びたいんですよ。遊びたい。思ってくれてんの？いや、思ってますよ。こんな平民と遊んでる。嬉しい。こんな、いいんですか？いやいや、嬉しいなぁ。キャプテン様がスケジュール上げてくれるってさ。平民どものために。嬉しい。ありがたいやはい。でもね、遊びたいですね。遊ぼう。うん、遊びましょう。はい。何してました？前から。最近、あ、うん、そうだ、最近何してた？髪どっか行った。あ、私も行った。じゃあリエちゃんはまずね、うん、私何してたっけ。うーん、私結構あの久しぶりだからテラスハウス終わってからもう来てない感じだ。そうや、台湾一緒に見たもんね、うん、あ、そうだ、最終回一緒に見た。そう、テラスハウスの最終回、うん、岩手だったから、うん、そうか、あの5期で見たね、うん、5期生みんなで、7期だけど一緒に見た。あ、そうだ、5期だと思っちゃった。大丈夫だけど、ごめん。うん、あの7期だけど一緒に見たよ。そう、あとね、あのゆいちゃんとね、うん、最近ね、あ、映画見に行ったりとかしてるんだよ。あ、そうなの？マホロ、あー、めっちゃ面白かった。みんな見てるね、あれめっちゃ面白かった。いや、行きます、もう一回。え、見に行きたいけど。めっちゃ面白いですよ。でももう見たんでしょ。見たけどもう一回見ないです、ね、もう一回見ない。どういう感じ、笑える？なんか笑える。ところどころめっちゃ笑える。小ネタ挟んでくる、めっちゃ。あそこがやばかったね、うん、もうあの病院のとことかね、笑える系なんだ。病院のとこってどこだ？あ、いやいや、わかんねえよ。でも、ね、かんねえから、めちゃくちゃ面白いから。あ、なるほど、これ絶対見たもん。行きたい行きたい。あ、で、面白いつながりって言ったら、もう一個、この前、うん、キスガマン選手権も見に行ってて。私も見に行ったよ。あ、行った？ちなみにだけ一人で行ったよ。え？え？誘ってくださいよ。ガンガン一人で行った。でもあれはガンガン一人で行ける映画だった。うん、嘘、行きたい、ね。なんかみんな仲間みたいになるよね、一緒に見てる人たちが。うん、みんな仲間だった。ね、なんかその、うん、ね、内田さんが言ってましたよね。そう、宇宙の表現一番的確。うん。なんか大きいテレビをみんなで見てる感じで見てる感覚。面白かった。行きたい。これね、おすすめ。多分一人でも行ける。全然行けると思う。うん。笑える。おすすめです。うん、楽しい。なんか、ゆうちゃんとかわさみんさん。私はね、何してたかな。何してたかっていうと。あ、え、警察署長やってんじゃん。あ、そう、一日警察署長をやらせてもらって、今の私の新曲が広島県の福山市ってところの、うん、友の浦っていう港を歌ってて、なので、その福山西警察署ってところの一日警察署長をやらせてもらいました。うん、警察署長とかいいですね。ちょっと憧れだよね。うん、憧れありますよね。何した？パレードとかしてる？あ、パレードした。うわー、いいなー、うん、やりたい？やりたい。四ツ谷でやれると思うよ。もう、太田プロ四ツ谷にあるんだけど、うん、四ツ谷でやった私も昔。ね、やってましたよね、うん、なんか。消防もやってませんでした？消防もやった。神田でやった。やってましたよね。羨ましい。確かに、あれ楽しい。うん、楽しかった、うん。いい経験になりましたわ。私は何してたかな？あー。チーム K のシニア公演とか。あったねー！
あれもね、ありましたね。あれめちゃくちゃ楽しかったですよね。めっちゃ面白かったよ。あれ面白かったよね。盛り上がったよね。面白かった。みんな元気やった。てかなんか、シニアの方が、すごい盛り上げ上手やったじゃないですか。うん、やっぱ宴会みたいだそう。宴会みたい。よっみたいな感じやって。めっちゃ一も、そう。なんかテンションが上がって、いつもよりもね、やっぱね、場数踏んでんだよ。そう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 。うん、年の数だけ経験してる。宴会風にできた。うん。楽しかったね。盛り上げ上手だった。うん、あと、ハンナンリーのロケで。何何何 ?5 時。嫌な5時を見つけた。台本の5時。ハンナンリー。心の悪さ半端ない。ハンナンリー。ハンナンリー抜けるわ。ハンナリーのロケで京都にね。まあ、それ、毎月行ってるもんね。そう、毎月行って、毎月京都行けるの。そうなんですよ。案内しますね。いいね。嬉しい。じゃあ結構長くなっちゃったので行きますか。そうですね、はい、ではタイトルコール行きましょう。今日はこんな3人でお送りしていきます。では行きましょう。せーの、 AKB48 のオールナイトニッポン。改めましてこんばんは、 AKB48 チーム K の北原理恵です。岩佐美咲です。横山由依です。今夜の進行はついに出演回数が同率トップになった私北原が担当したいと思います。はい、ありがとうございます。お願いします。お願いします。そして今夜も AKB48 のオールナイトニッポンはノッティビーと同時生放送でお送りしています。見てますか。今日ねノッティビー出たんで私。あ、そうや、アンダレに出てきたばっかり。じゃあめっちゃノッティーと過ごしてますね今日は。いやで一日ね。うん、さあ毎回何か共通点を持ったという前提でお送りしているオールナイトニッポン、今夜の共通点は一体何でしょう。なんだろう。いやもうチームが一緒じゃないですか。あ、まあ確かにね。私もそう思う。うん、え、あと血液型は O 型、うん、A だ。 B ですね。え、あ、みんな一人っ子。いや違います。じゃあ違います。ないわ。出身地も違うしね、うん、日本人、あ、黒髪でもない、うん、ごめんね。なんだろうな。好きな食べ物。食べ物、え、一番好きなやつ、うん、じゃあせーので言いますか。せーの、焼肉。何ですか。ネギ。餃子。焼き肉。あ、ダメだ、ダメだ。もうね、素材で言ってくると思うんです。合わないです。ネギってさ、合うと思った。だって、まあ、何やろう、うん、まあでも多分、うんうん、チーム K だってことだと思うんだよね。まあそうだね、それが、まあ、別に考えてね。だって昨日の夜も一緒で、うん、今日の朝まで一緒だったわけだから。そうだよ、一緒に飛行機。そこかなって思うんですけど、うん、スタッフさんが考えた今夜のくくりはこちら、うん、歌は任せて歌姫系 AKB48。 エンダまあ、くしくも歌に関して本格派な3人が集まりましたね、うん、まあもう言わずもがな岩佐美咲さんは演歌歌手としてソロデビューしていて、しかも実は数々の記録を持っていると。紹介して、ゆいちゃん。あ、紹介させていただきますね。3枚目のシングル友の裏慕情ですね、先ほどもおっしゃってたりとか、はい、オリコン週間シングルチャートで初登場1位を獲得しています。ありがとうございます。ありがとうございます。演歌歌手としては氷川きよしさん、ときめきのルンバ以来約4年5ヶ月ぶり。10代の演歌歌手に限ると、城之内早苗さんのあじさい橋以来約27年7ヶ月ぶりの1位獲得記録ですね。ありがとうございます。演歌歌謡ソロアーティストによるデビューから3作連続でのトップ10入りは約39年3ヶ月ぶり。女性演歌歌手としては1973年2月に森まさこさんが中学3年生で達成して以来約41年ぶりの記録です。ありがとうございます。素晴らしい。すごい嬉しい。こんな情報量をかき集めてきてくれて、すごいですよ。いや、 AKB48 でもう最も成功しているソロシンガーといっても過言ではございません。過言じゃないですよ。嬉しい、ありがとうございます。そんな岩佐さんを筆頭に、はい、横山由依ちゃんは、まあ、かねてからソロでデビューしたいと言っていて、ついに秋元さんに直訴したと、はい、うん、前回のオールナイトに、ね、なんて言ってたの秋元さんは。あ、なんかもうタイミングとかだよねっていうのは、まあ、もともと言ってくれてるんですけど、まあ、私もこの機会があったら秋元先生に直訴しようと思ってるんだ。あ、うん、あ、何についてですか。え、ソロデビューしたいな。歌、うん、あ、北原ダイヤモンドってやつですか。あー、あのかの有名な、うん、うん、まあすごい歌には自信があるからさ。あ、そうなんだ、うん、結構やっぱチーム K でもさ、ダンスできる人とか、うん、トークができる人いっぱいいるけど、りえちゃんといえば歌みたいなとこあるじゃん。これ聞いてる方分かりますかね、このニュアンスの感じはね。多分ここにないと伝わんないだろうね。そうですね、うん、
っとまあそんな感じで、うん、いきますか。そうですわかりますかね。もういっちゃいますわ。はい、ちなみに今夜はですね、新曲希望的リフレインに収録されるこじ坂46の曲をどこよりも早く初解禁します。お楽しみに。楽しみや、うん、では今夜も最後まで聴いてください。 AKB48 のオールナイトニッポン。この番組は AKB48 ついに公式音ゲー出ました。以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りします。では今夜の1曲目です。11月26日発売 AKB4838 枚目のニューシングル、センターはまゆゆと HKT48 の宮脇さくらちゃんです。 AKB48 で希望的リフレイン。さあお送りしたのは AKB48 の新曲希望的リフレインでした。いい曲ですよね。これ初めて聞いた私。本当これね、めっちゃいいよね。調子がいい感じで、うん、あのなんか疾走感ありますよね。なんていうんですか、わかるよ、 お調子者みたいな疾走感のね、いいですね。テンション上がる感じです。うん、元気出したい時とかに聞いたらテンション上がりそうな。朝に聞いたら走り出しちゃう感じの。そうだね。うん、私もこれ疾走感ある。これミュージックビデオもめっちゃ疾走感あるので、あの卒業生がいっぱい出てるんですよ。あ、前田さんとか、そうだ、なんかニュースになってた。そうそう、めっちゃ可愛いよ。だからぜひ見てくださいね。見ます。さあ、そんな私、そんな私ってちょっと変だけど、接続詞が。私さっき、秋元先生に、直訴したじゃないですか、ソロデビュー。あ、ソロデビュー、うん。そしたらなんと、秋元先生が今夜聞いているらしく、秋元先生から、そのスタッフさんに LINE で、聞いてるよ。うん、北原のソロデビューに関してのコメント、うん、断るって。ああ、あれ。断られてるじゃないですか。断られたわ、もう。ねえ、どうします？夢が打ち砕かれたわ。ね、早いね。こんな。多分こんなに早く夢に破れることってなかったと思うけど。今までね。今までね。なかったよね。残念だったけど。でもその道じゃない道で活躍してほしいってことですよ、ね、多分。そうだね。他にもっとあるよ、きっと。そうしましょう。頑張るね。頑張りましょう、一緒に。ありがとう。うん。さあ、生放送ということでメールを大募集します。横山さんがツイッターで毎日日常のあるあるネタを頑張って書いているということで、こちら、ゆいはんに捧ぐあるある選手権。あるあるすごい、そんなぴったりな歌あるの。あるあるの歌や。すごい、西田ひかりさん。すごい、さすがラジオ。これ私テーマソングにしよう。ね、そうだよ、ゆいちゃんのテーマソング。これ聞きながら考えよう朝、うん、さあ、このあるあるネタといえば横山ゆいさんですけれども、はい、ちょっと最近苦しいんじゃないかみたいな。ね、毎日やってんの。毎日大体書いてますね。うわ、それはすごいわ。でもたまになんかみんなでねヒント出したりとか。そうなんですよ、ね、してるの。そうだから、りえちゃんのねこの間参考にして、うんうん、ね書いたやつもあったんですよね、うん、そう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 、うん、だけどまあちょっと厳しくなってきたということで、はい、まあ今夜選手権ということで3人があるあるネタでバトルします。うん、リスナーの皆さんはあるあるネタのお題を送ってください、うん、ああなるほど、そういうことか。今理解したわ。うちはそういうことか、ね、私ファンの方があるある送ってくださるんやと思ったんですよ。違います。じゃないんです。自分たちで考えます。あ、なんか自分たちで考えるから。でも一応参考までにそのお題に対するあなたのネタも書いてください。だからリスナーさんも考える。あ、例えばこういうもんよみたいな。そうだから、まあ誰のが一番あるあるなのかっていうところはありますよね。じゃあ二人三脚でやるんや。そう、うん、まあた、まあ、ほんと例えば給食とか。え、今言うの給食のあるある。クラスに一人は牛乳3本くらい飲むやついる。うん。なるほど。私、フルーツポンチの時は、最後の方の人めちゃくちゃ少ない。わかるわかるわかる。わかる。あ、でも、すごいインフルエンザとかが流行った時に、デザートがいっぱい残るから内心よっしゃって思ってた。ちょっと性格悪い。うん、こんな感じって、ね、でも正直このメンツ、うん、多分一瞬で出ると思う。お題言われたら確かに割と早い方だと思うけど、ね、うん、こう難しいお題やったら怖いけど、うん、そうだね、こういう感じのそうだ、ね、あるあれがでススッと出てきそうなやつやったら、うんうん、いいですね。はい、ぜひ皆さんいいお題お待ちしております。書きやすいやつでお願いします。じゃあ受付メールアドレス、はい、受付メールアドレスは akb@allnightnippon.com akb@allnightnippon.com です。すべて小文字のアルファベットで書いてください。 AKB も小文字です。メールの件名の欄にテーマメールならテーマ、メンバーへの質問なら質問、感想なら感想と書いてください。たくさんのメールお待ちしています。
フサイドトラップさん、出演回数同率1位の倉持明日香ちゃんにヤンクミで一言、ざまあみろ。 AKB48 のオールナイトニッポン生放送ということで、18歳以上のメンバーだけが参加できる AKB48 のオールナイトニッポン、今夜のメンバーは北原理恵と岩佐美咲と横山由依です。さあ、感想メール届いてるんで紹介したいと思います。はい、ラジオネーム警備員大好きさんからいただきました。ありがとうございます。そういう口ね、うん、今日はめっちゃ楽しい3人やね。わさみん、俺の地元の警察署長、お疲れ様でした。見に行きましたよ。ありがとう。ゆいはん、声だけを聞いても癒されますよ。きたりえ、2人を うまくまとめられるか楽しみに聞きますね。3人とも最後まで明るく楽しくやっちゃってください。ありがとう。ありがとうございます。じゃあもう一枚、もう一枚いきますか。はい、ラジオネーム、松和さん。松和さんの方です。クロワッサンから。ゆいちゃん、きたりえ、平民、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日は全員ラジオの回しが任せられて、一人でも面白いメンバーですね。どんな化学反応を起こすのか楽しみに今日のラジオを聞いています。いや、本当にこの3人でラジオやりたいってもともと言ってて。そう、言ってたんですよ。そう、言ってた。でも、私絶対このメンバーって、二人がどうにか軌道修正してくれるし、なんかいろいろ、なんかまとめてくれるから、なんか変なこと言っちゃうんじゃないかって心配今日。本当大丈夫だよ。止めてもらえる？ちょっと、止めますよ。負け時代になっちゃったね、思った。止めてもらえる？はい。そして、あ、そして、なんだ、あ、え、何、怖い怖い、何ですか、あ、え、秋元康さんからの伝言。え、何、何ですか。続報、続報。その代わり、北原の主演映画を来年作る。え、北原は歌より演技だ。すごいよ。そんな感じで言ってる。今すごい泣きそう、泣きそう、ガチで。泣きそうですね。あの主演女優さん、握手してください。ありがとうございます。すごい嬉しいわ。おめでとう。ありがとうございます。待って待って、これ本当、本当に、え、すごい。これはほんまですよね。気まぐれじゃなくて、マジで、マジで言ってる。やばい、今本当に泣きそうなんだけど。すごいね。すごい嬉しい。おめでとう。言っとけばなんかできるんじゃない、うちらも。言っときます。あ、すいません、あの新曲のシーン。そうですね。お願いしたいです。お願いします。マジで言ってる？めっちゃ嬉しいわ。どうしよう。ね。楽しみ、見るね、絶対。見てね。じゃあ友達役で出してくださいよ。あ、二人、うん。そうだよ。多分、私、悲鳴あげるのとかすごい得意なんですよ。キャめっちゃ上手くね。いや、私もひもえ。ひもえ。いいよ、やる、やる、え、いいよ、待って、待って、やる、この後。やるけど。でさ、二人してさ、なんか、そういうのがいいね。悲鳴あげるみたいな。なんか今日ほんまに滑舌が良くなくて。ね、噛むね。悲鳴が言えんかった。滑舌っていうか、なんか、なんでしょう、ロレスが回ってない。回ってないですね。しっかりしてね。ね、りえちゃんすごいやん。本当やったね。よかったですね。嬉しい。びっくりした。いや、よかった。今本当に泣きそうだもん。嬉しい。どんな映画かな、どんな映画。待って、感情。今あった、こもってた感情。本当に気になってる。なってるから。わ、すごいやん。本当に嬉しい。歌える演技だ。ありがとうございます。嬉しいな。嬉しい。どうしよう。自分のことのように嬉しいです。うん、ありがとう。え、楽しみですね。うん、どんなものなのか。楽しみ。やった、マジか。いいことあるな、うん、人生。やったね、りえちゃん、うん、いい、生きてれば。うん。そんな瞬間に入れてなんか嬉しい。いや、いいですよね。うん、これ立ち会えるのが幸せですよ。ありがとう。ぜひエキストラで来てね。え、行くよ。主演女優感出してる。私なんて、ま、平民なのに出してもらえて、ほんとありがたい。ぜひ来て、ね、いいんですか、そんな。やった。なんか出すから、現場で。あ、うん、やっぱね、そうなんですね、うん、ちゃうわやっぱ、はい、違いますね、うん、まあ、じゃあ気を取り直していきますか、最初のコーナー、はい、じゃあ最初のコーナーはこちらです。週刊 AKB48 ニュース。この1週間に起こった AKB48 や48グループに関するニュースをピックアップ、その舞台裏など詳しくお伝えしていきます。最初はこちらです。大盛り上がり、チーム K 鳥取で大暴れ。 AKB48 全国ツアー2014、あなたがいてくれるから、残り27都道府県で会いましょう。その鳥取公演が昨日、チーム K によって鳥取県の米子コンベンションセンターで行われました。秋元先生の755によると、公演後に松井樹里奈さんが精魂尽き果てて倒れたとか。昨日の鳥取公演についてチーム K の3人が語ります。48、うん、うん、
昨日ですからね。本当に。昨日は初めてチーム系全員揃っての。そうですね。初めてツアーだったよね。あ、初めてだった。21人。そう。揃いましたね。揃いましたよ。鳥取県は、すごい、本当に始まる前から盛り上がって。めっちゃ盛り上がってた。声出しをたくさんしてくださっていて。そう。これは盛り上がるしかないなって、もう始まる前から予感が。思いましたね。お客さんに押されても、あげてもらって、うちらもさ、なんか、頑張れた感じが。うん、あとなんか、米子そのコンベンションセンター、ビッグシップでとこやったんですけど、うん、そこが、珍しい形やったんですよね。うんうん、そうだ。一階席、全部一階席みたいな。二階席、三階席って普通分かれてるけど、全部一階っていう感じで、斜めに。うんなってる感じで、で、なんかちょっと側面に、側面に2階席が気持ちあるんだけど、だからより一体感が出た会場やった気がしましたね。ね後ろの方までバッチリ顔が見えて、うん、楽しかったです。ジェイナさんは、あんま体調がね、良くなかったんですけど、リハの時からね。そうそう、でも本番はすごいね、パワフルにやって、ね、それを感じさせない。もう、やりきったっていう感じで、うん、ちょっと倒れちゃったんですけど、うん、でも、その後ね、うん、多分無事回復してたので、うんでも全く感じさせないパフォーマンスでした。パフォーマンスでしたね。すごかった。やっぱ、うん、全員揃うとまた違った感じになりますよね。うん。うん、思った。また引きが引き締まるというか。うん。なんかこんなにいたんだって思った。うん。わかります。あ、わかる。チーム系こんないたんだ。わかる。なんか、ね、3人とか2人とかが違うだけでも、うん、なんか人数が多い感じがする、うんうん。迫力がさ、それだけで増したような感じもしたし、楽しかったですね。そうですね。セットリストとかもね。うん。まあ我々ね割とちゃんと考えて一応作らせてもらってるので、うん、一応今のまあチーム系らしさを出せてるんじゃないかなって思いますけれども、うん、もう最後残すとこコーチだけなんでそうだよねそれが千秋楽ってことですね寂しいよねそうですよわかる寂しい寂しいの寂しいだって毎回楽しいよ、ね、チーム単位で、うん、その公演ライブみたいなことってさ、うん、なかなかできないじゃん、うん、全国ツアー以外で、うん、ドームとかになるとやっぱもう全員でって感じですかね。だから私本当はさ、うん、コンサートとかで、うん、4日間とかやって、うん、A、K、B、4、うん、とかでやりたいの。それ目標にしました。なんか最終日で全員とか、ね、すっごいやりたい。じゃあそれ目標にするためにもっとチームを、ね、チーム力を上げましょう。本当1チームでもそれを埋められるぐらいの、うん、そうですよね。チームにしたいですね。ちょっと今のホールっていう、ホールっていうよりももうちょっと大きめのところ、うん、いつもやってるようなところをコンサート会場で、そうそう。あじゃあ頑張らないとですね。うん。一チームチームが、うん、うん、頑張っていきましょう。何にしよう。もっとねチームでの活動をやりたいなって言ってたんですよね。打ち上げの時打ち上げっていうか昨日のご飯の時にやりたいやりたい。運動会やりたいみたいな。あ懐かしいね。チーム対抗で。だってチーム系多分勝つよ。うん、確かに。なんかみんな足速そうだった。そう足が速そうだったんですよ。うん、でね、なんか騎馬戦やりたいみたいになってて、うん、島田がめっちゃ騎馬戦やりたがりしてて、うん、多分、ね、なんか自分の想像上上にいる予定やったっぽくて。そう。なんか私も島田下だよって言ったら、うん、いや、うち上行くから。怖い怖い。誰が乗せてくれんのって言ったら、うん、横山とうとかで言い出したけど。なんでやねん。いや、たのちゃんのほうってした顔とね、うん、歯の字眉毛がもうすごい印象的でした。想像つくでしょ。本当面白い。何言ってんですか。島田って面白いよね。島田めっちゃ面白い。天然なのかな。いや天然だとは思う。天然か。なんていうか、うん、変わってるよね。うん変わってる。島田っていやもう島田は島田なんですよ。ジャンル島田だよね。いやそうすごい新ジャンルですあれは。ボケとかそういうんじゃなくてそういうのじゃない。ジャンル島田。うんでもまあそこがいいですよね。うん、うん、もう一回なんやねんこいつってとこ通り過ぎたらもうすごい愛おしくなるんですよ。愛おしい。一回なんやねんこいつにならなきゃいけない。でもなんやねんは通るじゃん。通りますよね。なんやねんみたいな。え何この人みたいなとこ通るけれどもでもそれを通り越すと先に待ち構えてるの。いやマジで愛おしいよ。めっちゃ多分今ファンの人に愛されてるじゃん。そう愛されてる。わかる。もう島田みたいなるから、うん。またこいつかーみたいな。てかなんかやっぱいつも島田の話になっちゃうんですよね。うん、結局わかるわかる。結局ね。結局島田だよね。そうなんですよ。うん結局島田何これ何の話だ。なんだよ関係ないじゃん。次行きましょうか。じゃあ続いてのニュースはこちらです。北原里恵の涙が大きな話題に。NHK で放送されている AKB48 ショー。その中で総監督の高橋みなみさんが進行を務めるコーナーに北原里恵さんが出演。涙ながらに北原さんは自分も変わっちゃったし AKB も変わったと発言。二人のやりとりがネットを中心に大きな話題を呼んでいます。果たして北原さんの心の内とは？今から北原さんを直撃します。48! どうなんでしょう、こちらは。いやもうこれまずですね、もう本当に
収録したのが、ほんと1ヶ月以上前で、うん、まあ割とその時、すごい単純に精神的に、うんうん、まあ、ちょっと落ち込んでる時の収録っていうのが大前提で、うん、普段からあんなに重く受け止めてるってことは本当に全然なくて、ね、今もしかもそのまま1ヶ月経って、うん、その1ヶ月の間にいろんなことがあって、うん、今は本当にみんなが想像している500倍くらいハッピーなの。うん。わかる。みえちゃんもすごいポジティブだし、そうなんだ、前向きなイメージがあるけど。そう、すごい前向きだから、うん、その時期は確かにちょっと落ち込んでたから、その時に収録があったことを本当に悔やむんだけど、うんうん、だから今本当に、しかもね、結構なんかその時に、まあ言い過ぎたなじゃないけど、うんうん、まあ、その言わなくてもよかったなってこと、ね、多いなって思った。言ってましたもんね、その収録の日か、その次の日かに、なんか、うん、その、なんか、言い過ぎちゃったかもしれないみたいなことを言ってきてたから、うんうん、そう、だから本当勘違い、しないでほしいなって思う。なるほど。まあでも受け取り方はそれぞれの解釈が絶対あると思うから、うん、こうですって、その皆さんに押し付けることはしないけど、うん、でも一個思うのはなんかその AKB も変わったとか言っちゃったかもしれないけど、うん、変わっちゃうのは全然当たり前のことだし、そうですよね、メンバーも変わってますからね。そう、変わった今の AKB48 のことも私は大好きだから、本当ゆやみとかたのちゃんとかと遊んでるのも超好きだし、うん、ナーニャとかミーロンとかも可愛くて本当に好きだから、うん、そういうなんか、その新しい可愛い子たちありの今の AKB ももちろん大好きであって、うん、で昔は昔の良さがあって、うん、今は今の良さがあるっていうのは全然私も理解してるし、うん、だからその発言もなんか全て捉えて昔の方がみたいになるのは嫌だなって思ったのと、うんうんうん、なんかわかんないけど、うん、そのいろんな人にもっと楽しんでくださいみたいに言われたんだけど、うん、楽しんでください、楽しんでください、そう、なんか多分すごいなんか真面目にやりすぎみたいに思ったのかな。誰よりも多分楽しんでるから。楽しんでるイメージしかないけど。そこはなんか安心してほしいなって思ったの、うんうん。なんかあるメンバーの子から結構真剣なメールが来て、うん、オンエアを見てくれた、うんうんうん。で、なんかその子にも、全然後輩なんだけど、うん、なんか楽しんでやってくださいみたいな感じで来たから、言われたんや。やっぱそう映ったんだって思って、うんうん、そこは本当にもう絶対勘違いしてほしくなくて、うん、もう全然、100楽しんで、うん、人生、まあ、一過性のものでしたね、本当一過性のものだったっていうのを知ってほしい、うんうん、だからちょっと申し訳なかったです、うん、人間ですから、そうですよ、人間だもの、気持ちなんて変わりますからね、なんか特に一日で変わるタイプだから、うん、本当にそれはもう切り取る場面がちょっとあれだったなっていうことかなって、うん、そうですね、思いますね、せやな、うん、そんなこともあるわ、うん、そうだからありますよね、そう、うん、重く考えないでほしいね。でもりえちゃんが落ち込むのって珍しい気がするけど。そう、珍しい、ね、うん、久々に落ち込んだのかな、うん、多分。でも落ち込みます？落ち込むことある？私あんまないっしょ、横山は。全然ないですね、うん、考えてないんで。横山前向きだから、うん、あ、そうなんだ。何も考えてないんですよ。へえ。なんかだからなんか先のこと考えすぎても、うんうん、どうせその未来来ることなんて自分も分からへんし、うん、その周りにいる人も分からへんし、うん、誰も分からへんねんから、うん、先のこと考えすぎたところでその時が来るか分からへんみたいな考え方やから、まあね、今目の前にあることを、うん、なんか必死にとか一生懸命やるしかないと思ってるし、うん、そのことの先にその先があると思ってるから、うん、全然落ち込まないですね。なるほど、いいことだよね。でもわさみんは、私は割と落ち込みますよね。落ち込むよね。そうだね、うんうん。ある。めっちゃ落ち込むけど、うん、でも自分でもそれが当たり前になってるし、うん、ファンの人も当たり前になっちゃってて、うんうんうん、もう興味ないんですよ。多分私が落ち込んでても、またかこいつみたいな。活躍してくれよみたいな感じだと思うんで、うん、もうちょっと元気に頑張ろうかな。うん、基本的にでも元気なんですけど。いや、元気ですよね。いきなり、なんか、うん、ガッて来ちゃうことがあって、うん、すごいもう、あ、もうダメだ、自分はもう社会のゴミなんだ、みたいになっちゃうことが結構あるんですけど、1ヶ月に1回ぐらいあるんですけど、うんうんうん、でも大丈夫です。でもなんか私すごい人生楽しい。あるよね、そうなるときあるよね。そう、なんか、全然大したことじゃないの。うん、寝て起きれば、うん、もうなんであんなんだったんだろうって思うのに、うん、その時は、もう本当にどうしよう、私なんてもう、救いようがない、みたいな、思っちゃうんだよね。うん、あれって何なんだろうね。一個すごいしょうもないきっかけだったの、この前聞いてもらっていい？うん、超元気なんだけど、基本、うん、この前電車乗ってて、うん、その降りるタイミングで、その前に立ってるサラリーマンの人も多分同じ降りるタイミングだったんだけど、うん、駅降りようと思って、こうやって立ち上がったら、その前に立ってるサラリーマンの人も同時にね、うん、上からカバンを、どうでも良さそう。カバンを下ろしたの。だから、頭にカバンが落ちてきたのね。うん、あーみたいになって、うんうん、
ってなって世界から見放されてるって思って落ち込む。なるほどね。で自分が、うん、私もすっごくだらないのあるんだけど、なんかセールスの人とかにさ、うん、お姉さん今暇みたいな感じの時あるじゃん。うん、それを無視しちゃ、無視したの。うんうん、そしたら舌打ちしてって言って、うん、あの私のね、あのこの黒のムートンのブーツ結構高いんですよ。予想ついたよね。プロのムートンのブーツ高いんですの時点で分かった。岩佐美咲です。牧野目さん、季節外れの稲川淳二さんのモノマネをお願いします。いやね、いや怖いな怖いな、寒いなと思ったらね、もう冬なんだよね。 AKB48 のオールナイトニッポン。今夜は田原理恵と岩佐美咲と横山由依がお送りしています。AKB48 のオールナイトニッポン。これは楽しみや。今夜のメールテーマはあるある選手権。皆さんが送ってくれたあるあるのお題で3人がバトルしていきます。イエーイ。あと、その前にですね、また届きました。お、なんだ、秋元康さんからの伝言です。またすごい。なんだ今日すごいな。テンション高いっすね今日。ラブストーリーがいいかなと思ったが、うん、二人の悲鳴を聞いてホラー映画しかないなと思った。やったじゃん、二人出るじゃん。ちょっとダイエットしようと。ラブストーリー、ごめんやだ、ラブストーリー。そうだよね、そうだよね。なんかラブストーリーのライバルとかでいいですよ、うん、だってそれもできますよね。悲鳴あげんの？もっと得意なことあるでしょ。あ、稲川じゃ、それか。あれめっちゃ良かったね、うん、いやーやだな、怖いな怖いなと思ったんだよね。いやなんかね、あの子もたけし君のこと見てるなっていう気がしてたんだよね。そしたらね、あの子もたけし君のこと好きだったんだよね。もうその瞬間ね、僕もう鳥肌がガーッて立ってね、本当に耐えられなかったよねっていう話なんだよね。いやー、稲川淳二さんでした。ゲストにお呼びしましたけれど、ゲストの声はい、すごい面白い。でもラブストーリー、何映画がいいですか、うん、ええ、だって学園ものやりたいんじゃないですか。うん、まだできる、まだできる、できるよ。まだできるうちに学園ものがなんかちょっと、でもラブストーリーってさ、見にどん、でもちょっとなんだろうね、変な大人、ね、大人だからさ、すごい考えちゃうんだよね、うん、何の映画だったら見に来てくれんだろう人みたいな。あでもコメディとかはやだ、リエちゃんで、うん、私ももうコメディはいいや、うん、コントみたいになっちゃうし。コントはね、他のところでもできますからね。普通に演技力を見たいような、うん、普通の、あ、ほんと、あ、いや、あ、秋元先生、私、一個っていうか二個くらい考えてる映画の、あれがあるんですよ。プロット？なんていうの？プロットがあるんですよ。うんうんうん。後で聞いてください。じゃあ、それ、ちょっと後で個人的に。え、今言っていい？あ、じゃあ、今、どういう系の話なの？結構気持ち悪いっすよ。多分結構リスナーとかみんな引くけど大丈夫？いいよいいよいいよ。なんか、あ、義理のお父さんと、結構、結構ちゃんとした設定だね。すごい。まず、一言目に。義理の、お父さんがとかじゃない、義理の、義理のお父さんに。義理のお父さんと関係を持っちゃうっていう話。え、結構、結構ヘビー。結構グイグイだね。ちょっと、もう一個は、もう一個は、もう一個は、あの、笑えなくなっちゃった女の子を励ますために、幼馴染の男の子が芸人を目指す話。ああ、でもそれってさ、普通に考えてさ、その芸人を目指す男の子にスポット当たった。そうそう、だからそっちは男の子が主演なんだよね。あー。え、じゃあダメだね。誰がやるかももう決まってる。それさ、逆にしたら、逆パターン。うん、逆にしたら、男の子が笑うために、私が芸人を目指す。でもそれさ、もうコメディだよね。そうそう、コメディだよね。コメディだよね。そっか。難しいなぁ。うん。でも学園ものできるうちにやりたいですよね。やっときたいかな、確かに。でもなんか泣かせる、泣かせる風景とかさ。ね、ごめん、あのさ、義理のお父さんの話もうちょっと突っ込んでくれないと本当に気持ち悪いやつになっちゃうから、もうちょっと突っ込んでもらっていい？だってさ、本気で考えてるみたいな感じで。だからさ、こっちなんかちょっとバカにできない。バカにできないですよ。あ、そう。ちょっと。しかも、はいはいはい、聞いて、義理のお父さんも、ね、決めてるの。誰？豊川悦司さん。うわ、豪華すぎ。やだやだ。豪華や。細かく決めてんのやだよ、その設定でさ。これ、アスカちゃんとずっと話してんだよね。映画作る回みたいなのやってて。うん、楽しそう。うん、なんか、りえちゃん自らさ、そういうの、なんかちょっと考えるのに加わるのも楽しそうだね。うん、なんか、テーマは何がいいんですか？あの、家族愛なのか。ああね。その、恋愛なんか友達なのか。うん。なんか、何を伝えたいかによりますよね、映画。ああ。恋愛やったことないからそんな王道な。恋愛か、うん、家族愛がいいな。愛。心温まるやつがいいな。義理のお父さんのやつは、それはちょっと違うもんね。あ、どういう、ネタじゃないけど、うん、そ
家族愛でもないし、うん、そうなんていうんだろう、なんか暗くなったらいいなっていう思いから、あ結構暗い映画が好きだから、うんうんうん、でも私も暗い映画好きだから、うん、暗い映画にしてほしいってなったらやっぱホラーになっちゃうのかな。でもじゃあ普通になんかミステリーとかは、あミステリーいいよ。ミステリーじゃ、そしたらさきっと姫も出るよ。あそうじゃん、ミステリーにする。ミステリーにしようよ。ミステリーにするわ。じゃあミステリーだよ。ミステリーだ。ミステリーちょっと恋愛もちょっとありような、ありそうだ、絡め感じにしたらええやん、うん、え、そしたらね叫び声もあるし、叫び声もあるし、下手したら稲川淳二さんもあるよ。あれいや本当にね、いや来るんじゃないかな、来るんじゃないかなって思ってたらね、もう映画の話がねちょっと僕にも来てましてね。来てた。いつもこの音楽の前の担当いや本当にね、オチみたいな感じになってるけど演歌歌手なんですよ実は。うん、大丈夫かな。うんじゃない。横山由依です。トラクモ少年さん、秋元先生に写真集発売をバラされた時の気持ちを方言きつめで教えて。もう秋元先生ほんまやめてや。 AKB48 のオールナイトニッポン、今夜は北原理恵と岩佐美咲と横山由依がお送りしています。AKB48 のオールナイトニッポン。岩佐美咲、横山由依、北原理恵の3人でお送りしている今夜のオールナイトニッポン。今夜のメールテーマはあるある選手権です。あるあるるるる。まだいいよね。うん。お題、エレベーター。はい。ボタンを3回押したら解消されると思ったら、ここのメーカーは解消されなかった。あるあるるる。あ、すいませんっていうのになるやつ。いや、ラジオでさ、ドア開けてね、うん、あ、どっちどっちみたいな、すいませんってなるやつあるね、はい、乗って行き先ボタン押すの忘れててもう一回開いちゃってすげえ気まずい。ちなみに岩手県ゆきりん絶対やろうさんからで、うん、まあリスナーさんのやつは、スマホや携帯をじっていると自分が降りる階ではないのに他の人に釣られて降りそうになる。わかる。電車とかもさ、隣の人が降りようとすると、そう電車マジです。あとさ、うん、電車に寝てた時にパッと起きて、え、そう、あ、そうそうそう。さって、やべえと思って降りた。違うとこやって言って、また戻るの恥ずかしいから違う車両に乗る。そう、わかる。間違って降りた時の恥ずかしい。恥ずかしさやばい。で、何食わぬ顔で、前の車両に移動するっていう。はい。いける。ちょっと待ってくださいね。はい。あー、これ難しいな、いきます。そう、怖い。うん、緊張する。ラジオネーム2代目、イーモンモンジャンジョンさん。うん、うん。お題、映画館。たまに足を動かした時に当たっちゃって前の人に椅子蹴ったと思われるかと思ってビクビクする。あるあるるる。まさみまさみだからダメ。いや本当にね、いやもう、いやちょっと一人寂しいな寂しいなって思ったらね、もう隣のおじさんも一人だったんだよね。だからなんか親子で来てるような気持ちになったね。なんか、あ、なんか前の方で見たいなと思ったけど、思ったより前すぎて結構首痛かった。あーねー。あるわるるる。意外と小さな映画館だったみたいな。そう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 。ね、じゃあこの、2代目、イーモンモンジャンジョンさんがいただいたやつは、ポップコーン食べている最中、急に静かなシーンになった時、ポップコーンを口の中で一旦待機させる。ここはわかる。めっちゃあるわ。で、私ね、一回書いたんですよね。あの、手が止まるみたいな。ポップコーンの、あ、そう、食べる手が、静かなシーンで手が止まるみたいな。そう、なんか、あのさ、今じゃないな、みたいな。ポテトチップスみたいなやつ売ってるとこあるんじゃん、たまにさ。あれ、売ってるはいいけどさ、実際さ、食べれないよね。音で。音が、うん、ゆっくり噛むしかない。なんか、もう、口の中の神経を集中させないと。唾液で染み込ませて。やばい、落ちろってやりますよね。わかる。わかる。汚な。汚じゃない。もう、はい。はい、発表してください。これ難しいよ。なんかさ、難しい。なんか難しい。プンちゃん、ふって出たのがさ、ちょっと、うん、あ、言っちゃい、言いづらいみたいなのもあるじゃん、たまになんか。公共の電波に乗せるべきではないな、みたいなのもあるから。むず、うんうん、はい、じゃあ行きます、はい。東京都、ラジオネーム、偽りのパン屋さんからいただきました。はい、お題は、マフラー。パン屋さんか。巻き方に失敗してちょっと隙間風が入ってきて寒い。あるあるるる。はい。バーバリーのかと思ったら
なんか別にそのジャスコ意味わかんない今日は寒いと思ってマフラー朝してったけど夜実際寒くなくて荷物になる。マフラー振るわないよね。マフラー難しいよ。マフラー振るわないな。ちなみにこの人のネタは、おしゃれな巻き方に挑戦してみるが結局無難な巻き方に落ち着く。まあ確かに。マフラー。でもマフラー振るわない。マフラー難しい。マフラー振るわんって。マフラーあるあるは、うん、ちょっとじゃあ渾身のやつ考えとこう。今後考えますね。なんか後で時間を取って考える。うん。うん、そう。あ、曲いっちゃうか、うん、もっとやりたかったな。はい、プライベートでやる、うん、プライベートでやろうこれCM 中やる、うん、CM 中やろっか、はい、じゃあここで、あ、じゃあメールアドレス発表してからにしますか。受付メールアドレスは akb@allnightnippon.com akb@allnightnippon.com です。たくさんのメール待ってます。ここで一曲お送りしましょう。火曜日のオールナイトニッポンゼロを担当するバンドチェコノーリパブリックの今日リリースの新曲です。チェコノーリパブリックでオーイエー。北原理恵と岩佐美咲と横山由依がお送りしています AKB48 のオールナイトニッポン。 AKB48 のオールナイトニッポン、今夜は北原理恵と岩佐美咲と横山由依の3人でお送りしています。うん、さあ時刻は間もなく2時になりますが、うわ、はい、今日充実ですね。ね、早いね。うん、うん、メール来てるんで読みたいと思いますが、はい、ね、世田谷区在住のジミーチューさんからいただきました。はい、マリアンヌがメール送ったってツイートしてますけどする予定ですかっていうメールなんですけどもそんなに違うんですよ。あの今日なんと嬉しいことにメールが殺到していまして、あのスタッフさんが頑張って探してるんですけれどもどうにも見つからず、見つからないらしく。マリアンヌさんもう一回送ってもらおうか。マリアンヌもう一回送ってもらえる、なんかね、なんか目印でも無理だよね。そうね、メールだからな。ハガキとかやったら目立たせれるんですけどね。うん、うん、ま、メールか。ちょっと今から送っていただいて、懸命にちゃんと、鈴木マリア、マリアンヌ、鈴木マリア、マリアンヌ。でもこれ聞いて、うん、マリアンヌさんね、まだ聞いてくれてますかね。あ、聞いてる聞いてる。まだ聞いてくれて連絡したんで。よかった。だからお願いします。次こそ見つけます絶対。待ってます。はい、そして鳥取県の、あ、鳥取、あ、そう。ポニーブルーさん、ありがとう。ありがとうございます。キタリエさん映画出演おめでとうございます。ありがとう。まさか映画のタイトルはキタリエ AKB48 やめるってよじゃないですよね。うまいけど絶対違う、うん、あ、でもあれですよ、あの映画おめでとうっていうメールがもう殺到してまして、ね、今ありがとうございます。ラジオネーム、私まだあんま信じてないけど、信じて、本当だよ。だるまさんがコロンボさんからいただきました。おお、面白い面白いね、うん、キタリエちゃん映画主演面白いねじゃないよ。あんま面白くないもんじゃないよじゃないよもう聞いてもらっていい、はい、あのキタリエちゃん映画主演おめでとうございます。ありがとうございます。でもまだ、でもまだ実写映画と言ってませんよね。もしかしたら天才バカボンのうなぎの役かもしれませんよ。声優としての実演よくわかんない、まあるよね、ホラーの声優としてのやったらもう稲川さんでしょ、ね、そう。いや本当にね、本当にどういう映画になるのかなってすごい心配だったんだけどね。ホラーということでね、いや僕にも出番があるんじゃないかなって言いますが、もういや本当に嫌かったなってね、そういう話なんだよね。大好き、ね、誰でもできるからね、しない。いや、これちょっとできないよ。できるよ。じゃあ、いやーって、ほら。いやーってね、本当に、なんか、後ろの気配がするからね、怖いな、怖いなーって思って振り返ってみたらね、そこにね、誰もいないんですよ。どうしたもんかね。じゃあ、ダメだな。できないじゃん。やっぱ、わさみんがやっぱ私だわ。今の何秒間か何だったの？ごめんね。ごめんね。オールナイト日本の無駄遣いやめてもらっていいですか、うん、その尺のね。最も無駄な時間だったね。無駄な時間でやってきて。そうです。うん、そろそろ行きますか。行きましょう。うん、はい。この時間はね。行く？この時間はこの企画はね。え、これ行くの？行こうよ。いいよ。じゃあこれ行こう。そんな感じ。いいんかい。いいんですか？はい。じゃあ行きますね。どうぞ。せーの。いや、一人で、一人で、ね、ごめんね。一人で言ってもらっていい？そう、一人なんでごめんなさい。じゃないから。その前のリエちゃんのやつなかったから、あの、エコーかけるタイミングをせーので表してるんですよ。そしたら息が合ってなかったのね、全然。すいません、そのもう、偉そうなことして。いいエコー。せーの。フラゲリクアワー、1033分の 3! イェイイェイイェイ。
こちらファン投票によって選ばれた楽曲をランキング形式でパフォーマンスするリクエストアワーセットリストベスト1033が2015年1月21日から25日に東京ドームシティホールで開催されます。楽しみ。 AKB48 グループの楽曲1033曲をランキング、1位はもちろん1033位の曲も決まってしまいます。1033位が何か、それってさ1033位も披露するわけじゃない、披露かわかんないですけど発表はしますね、うん、なるほどなるほどね、うん、なんだろうね、逆にそっち当てたくないな、そう確かに、それはさ1票なのかさ、うん、5票とかね、5票とかなのかって、うん、何個あるのかって、多分忘れられた楽曲はさ、うん、これだけあるといっぱいあるじゃん、うん、そうですよね、そういう曲が多分そういう順位になってくるんだろう、うん、そうですね、うん、さあこのコーナーではそのイベントをフライデーしてメンバーの私たちが1033曲の中からそれぞれの好きな歌のベスト3を勝手に発表していきます、うん、1033曲の中にはどんな曲があるのか、いろんな曲を知ってもらうための、そうだね、そうですよ、楽しみこの企画だから、これで1033位にね、うん、ここで言えば少なくとも1033位にはならないんですよ、って信じてるよ、だからその1033、大丈夫今日めっちゃやばい、今日やばいんですよね多分ね、やばい、なんだろう、ごめんなさい、全然いいよ優しいやさみや、ちょっと待ってつぼらないで待ってじゃあ行きますか、行きますか、つぼらないでよ、はい、怖い、怖い、怖い、はい、いいどうぞ、じゃあまず私から発表したいと思います、はい、北原理恵が選んだ第3位です、エントリーナンバー541、SKE48 のそれを青春と呼ぶ日。この歌いいよね。私も知ってます。知ってる？これめっちゃいいな。これあの SKE48 の割と9人くらいが一気にあの卒業した時の卒業ソングなんだけど、うん、私もちょうどその卒業コンサートを兼任していたタイミングだったので、うんうんうん、見ることが、てか出ることができて、うんうんうん、でそのまあ短い期間だったけどやっぱり桑原とか石井さんとか、うん、すごい仲良くしてくれて、うん、まあ年も近いし話も合ってたからすごい悲しかったし、あとこの前 SK のリカワ出た時にランクインしてて、うん、卒業メンバーがサプライズで出て歌ったの、うん、あいいね、それ素敵、素晴らしいわ、それを舞台袖で見てて泣いちゃったの、もう感動して、うん、この歌本当に好きですね、でもこの歌は絶対入ってくるって、うん、いや絶対入ると思う、絶対入るよ、しかも結構高いと思う、SKE のリクアワでは何位やったんですか、何だったっけな、結構上でした、200位発表してるんですか、200位発表してるけど、その1日目の夜だったから、うんうん、めちゃめちゃいいわけではないけど、まあ、やっぱ大事な曲ってなってるんですね、うん、多分みんな来るって思ってなかったから、多分そんなに投票してなかったと思う、ね、この後ろで今流れてるのを聴くだけでもめっちゃいい曲って分かりますね、本当に大好き、本当にですございます、はい、じゃあ続いて、うん、私がいきます、岩佐美咲が選んだ第3位です、エントリーナンバー792番、渡り廊下走りたいセブンで希望山脈、はい、大好きなんですよ、もう渡り廊下って本当に変な、あ、あれ面白おかしい曲が多くて、そうですね、変わった曲が多い、詩がなんか、うん、あの愉快というか、うんうんうん、もう渡り廊下にしか歌えないような感じの曲が多いんですけど、それもまさに、うん、この曲もまさにその渡り廊下知りたいしか歌えないぞみたいな感じの曲だし、ね、なんかこれなんかの主題歌ですかね、あの、あ、そう、あのクレヨンしんちゃんの、クレヨンしんちゃんですよね、そうだ、そうやそうや、歌でマスコット、しんちゃん好きだし、そう、そういう思い出もあって、うん、すごいもうお気に入りの曲っていうか、渡り廊下走りたいのメンバーも結構みんな好きだし、うん、うんうんうん、希望山脈なんか元気出るんですよ、いや渡り廊下の曲元気出ますね、悩んでるのがバカバカしくなるっていうかあの本当に、じゃあ1ヶ月前のリエちゃんに聞かせたい、聞かせてあげたかったわ、その時出会ってたかったそう、ね、希望山脈、希望山脈元気出るんで、うん、ぜひ皆さん、ね、落ち込んでる方とかね聞いて元気出してください、ね、うん、うん、じゃあ私いきますか、いきましょう、はい、私横山優が選んだ第3位はこちら、エントリーナンバー322番、とっておきクリスマス、渋いコーナー、そうクリスマスソングなんですけど、うん、とっておきクリスマスってことでね、うん、あのこれはミュージックビデオ撮りましたよね、撮った、あの赤い服のやつですよね、
でもみーちゃんとペアだったことは覚えてる。あ、ペアダンスありましたね、うん、ペアダンスあった。あの赤い衣装着ててみんなが、うんうん、なんかねその一個のあなんかそう公園みたいなところ、ツリー、ああ懐かしい、ツリーがある公園のところから物語が、そう待ち合わせとかして、小森とかもいたやつ、小森さんはこれにはいないかも、これじゃない、これ割と、もういないかも、もう卒業しちゃってるかもしれない、最近じゃない、これ最近なんだ、そうこれは最近ですね、うん、去年とか、去年、いや去年じゃない、一昨年だと思う、一昨年か、うんうん、そうなんだ、とっておきクリスマスはね、うん、何のカップリングだっけ、永遠プレッシャーのカップリング、あ、じゃあめっちゃ最近だ、最近、そうなんだ、そう、あのミュージックビデオも割と私ね好きなんですよね、なんかあきちゃさん犬連れてきてましたよ、あー出演したって覚えてるよ、なんか出演した気がする、へえ、うん、でもなんか楽しかった撮影、そう、なんかクリスマスってやっぱそういうさ、なんかちょっとドラマチックなことが起きたらいいなみたいな、ね、ワクワクな気持ちがね、いやいいよね、クリスマスソングっていいよね、いいですよね、わけもなく、うん、このベルの音とかが入ってるじゃん、そう、それがほんとなんかワクワクしちゃうっていうか、楽しみクリスマスなんだっていう気持ちになる、ワクワクになるよね、なんだろう、高校とかね、そうそう、パン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 とかが、だからねこれはねクリスマスにも聴いてほしいし、聴いてほしいね、ニカはもうクリスマスは過ぎてるけど、過ぎてるね、ぜひ入ってほしい、なるほど、ね、はい、じゃあリエちゃん、はい、じゃあ続いて第2位の発表です。北原リエが選んだ第2位はこちら、エントリーナンバー734、軟体恋愛クラゲっ子、うん、渡り廊下、これね、まゆちゃんのソロ曲なんですよ、あ、そうなんや、多分渡り廊下のカップリングに入ってるけど、うん、これね、めちゃめちゃなんかまゆちゃんが一時ずっと歌ってたの、まゆさん、数ある自分のソロ曲の中でこの曲が一番好きなんだって、あ、そうなんですね、うん、これどういうあれなんですか、曲の内容的にはなんかもう好きすぎて、うん、骨抜きされちゃう、あーみたいな、かわいい、うん、そういう振りも可愛い、可愛いの、なんかこういう感じのクラゲ、ちょっとクラゲダンス、いつもまゆちゃん歌って踊ってくれてたの、あーそうなんや、なんかじゃあめちゃくちゃ好きなんでしょうね、ほんと好きみたい、それで面白い歌だなと思ったの、衣装も可愛いし、初めて聞いたから私は今度聞いてみますね、めっちゃいいよ、めっちゃ可愛い、うん、うわ、まゆちゃんが可愛くてたまりません、はい、なんで第2位です、こちらはわさみんちゃん、はい、じゃあ続いて岩佐美咲が選んだ第2位です、エントリーナンバー171番、命の使い道、はい、いいよね、マジで好きなんですよこの歌、これはこの歌は、うん、あのチーム B のパジャマドライブ公演での公演の中の曲なんですけど、うん、このちょっとなんだろう、チーム B ってすごい可愛い妹系のイメージだったけど、うんうんうん、当時って、うん、でもそういうメンバーがこの命の使い道っていう曲を歌ったから本当良かったんだなって思って、もともと大人のメンバーが歌うのとさ、あ、そっか、その子供で反抗期、うん、みたいな子が歌うのじゃ全然違うじゃん、違う、でも誰にも愛されてないみたいな、もうどなんかおじさん、おじさん、なんかそういうおじさん、なんか、うん、なんだっけ、なんか誰からも愛されてないからも愛されたすぎて、うん、まあちょっと道徳に反したみたいな、うん、まあだからあれですよね、そのエティでもうカバン頭に落ちてきた時なんかはもう私はこの歌思い浮かびましたよね、これ悪のブーツを踏まれた時もあ、それオンエア乗ってないですか、そうか、そうブーツ踏まれたんですけど知らないですよね、でしかもあれなんですよ、毎回セリフが、うん、一人一人会って感想、うん、音止まるところで、うん、おじさん何がしたいのみたいな、何が欲しいのとか、うん、なんかお金持ってるとか、あ、一人ずつセリフがあって日替わりで、そうなんや、それも楽しみ、そう、それも日替わりのセリフ自体が日替わりなんですか、セリフ自体が日替わり、人も人が違うからもう自由に自分で、うん、あ、自分の思うこの曲の、ね、16通りあって、あ、一人のセリフは決まってて、うん、それが日替わりだった、へえ、面白い、面白かった、やっぱそういうのあるとまた次も公演見に行きたいと思いますもんね、そうそうそう、だから日替わりのやつなんか確かにもいいかもね、そうだね、公演でやりましょうか、なんか日替わり、ね、まあリセットの頭やってるけど、ああ、ね、ああいう感じのやつね、うんうんうん、あ、ここの、ほら、ほら、今まゆちゃんか、多分まゆちゃんの CD が使われる、そういうのもすごく好きな曲です、いいですね、はい、はい、じゃあ私、はい、横山由依の選んだ第2位はこちら、
ナンバー294番ノエルの夜。これをね、これ大好き。いいですよね。これもね、いい曲なんですよね。うん、これもね、なんだっけこれ。これはね、カップリングなんですけど、上からマリコのカップリングなんですけど。でも3年前になります。あららら、ね、前だね、だいぶ。私ね、あのクリスマスソングで参加したの多分これが初めてなんですよ。あ、そうなんだ。そう、ここからの参加やったから、なんかすごいミュージックビデオの撮影がね、すごい印象に残ってて。これさ、あのピンクのケープみたいな。あ、そうだ、懐かしい。そう、ケーキみたいなで、なんかすり替えるみたいなのとかやってた。そうそうそう、とかりえちゃんと私とあきちゃんさん3人で、うん、あの自分らで写真撮るやつとかやって覚えてないですか。なんとなく。そうだから、なんかそういうのもすごい印象に残ってるし、うんうん、いやこれはね、やっぱクリスマスっていいですよね。いいね、ワクワクする、ワクワクするんです。まださっきの子供に戻ったみたいな気持ちになる。わかる。なんかクリスマスやから特別なプレゼントを、うん、自分に買おうかなとか思うじゃないですか、うん、なんかそれが昔はもらってたものが自分でちょっと買えるようになって、うん、なんか時間を過ぎたなって感じもするけど、でも1年に1回絶対来ることやから、うん、確認する、いい、ね、なんか行事としてすごい幸せな気持ちになれる。なんかわかります。なんかそう、わかるよ。幸せな気持ちになる、ほっこりする、うん。いやなんかいいね、一年中クリスマスソングが流れてたらさ、もうちょっと日本ってさ、でも素敵な国になると思う。でもそれやったら一年中流れてたらありがたみなくなりますからね。まあね、ごめんね、マジレスしちゃって、なんかうちのキャプテンマジレスだからさ、なんだよ、もう今日サメだよ。1位はお知らせの後です。北原理恵です。2012さん、ズバリリクエストアワーで北原ダイヤモンドは何位と予想しますか。それはもちろん1位でしょう。 AKB48 のオールナイトニッポン。 What you see for?今夜は北原理恵と岩瀬美咲と横山由依がお送りしています。 AKB48 のオールナイトニッポン。あ、北原さん、はい、ちょっとここでまた届きました。えー、また届いた。なんかドキドキしてきた。そんなこと長そう。え、ドキドキ。え、これ秋元先生ですか。秋元先生から、はい、義理の父親とできちゃう話は見たいか。ラジオから生まれた話なんだからラジオの話がいいじゃない。すいません。パーソナリティの北原が常連リスナーの相談に乗っているうちに恋心を抱くようになる。相手のメールからも次第に好意を感じるようになるが、そのメールに本来リスナーではわからないような内容が加わるようになる。レンタル DVD の返却期限が過ぎてるよ。マンションの廊下の蛍光灯が切れてるね。え、面白そうじゃん。冷蔵庫に貼ってあるポラロイドの写真、隣に写ってるの誰？恐怖に怯える北原、誰かが部屋に入った？果たしてこのリスナーは誰なのか。怖ー。でもこれめっちゃ面白い。え、面白そう。さすがや。さすがすぎる。さすがや。秋元さん、さすがでした。すごいわ。すいませんでした、なんかちょっと。いや、これ絶対面白い。いや、しかもラジオから生まれた話っていうのもさ、ね、確かに。ラジオ、せっかく確かにオールナイト、この大好きなオールナイト日本で生まれた話だもんね。じゃあもうここで撮影、ここで撮ってさ、そうですよ、実際に日本放送。 え、そしたらあのエンドロールみたいなところに名前が連なりますね。うわ、楽しそう。で、ホラーですよね。あ、そうだね、まあ、そうなってくると、うん、そういう流れでだ、うん、確かに。あれ、これはすごい。またなんか、なんだなんだ、また届きましたか。次はもう、あれじゃ、もう携帯ごと持ってきたぞ、ついについにね。一番え、最終的にはうん、何人かの映画監督に相談して内容を決めます。本気ですよ。ほんまやん。これほんまですよ。本当なのかな。うすごいね。うん。嬉しいですね。嬉しい。すごいね。すごいわ。今夜は寝れないね。寝れるか。うん。うん、寝れるか。寝るけど寝れないくらい嬉しい。嬉しいな。へえ、嬉しい。やったやった。楽しみすごく。うん。すごいいい話っぽいですしね。ね、気になる。どっちに転ぶのかとかもね、見たいって思うもん。そう、わ、うん、かる。気になる、今の時点で気になる、うん、めちゃくちゃ。つかみはバッチリですよ。やっぱ、まあ、AKB48 の北原理恵が出てるってだけでみんなもちろん見たくなるけど、うん、でも話が面白くて見てもらえるのがやっぱ一番さ、そうですよね、うん、女優としては嬉しいし、確かに、うん、映画自体がね、面白くなるといいですな、うん、ねえ、
わー、楽しみだなーですね。すごいね。ありがとうございます。こんな一日になるとは。いや、本当に思わなかった。あ、なんか私、うん、夕方に、ツイッターで、すごい、なんか恥ずかしい感じだけど、すごい名言思いついて、思いは届く。思わぬ時に、みたいなつぶやきをしたのね。すごい。別に全然、これ関係なくて、本当にちょっとしたいいことがあって、昼に。それで嬉しくなってつぶやいたんだけど、なんかすごい予言者みたいじゃない、すごいね、って思って。だってこれほんまに、さっき知ったんですもんね。もしかしたらもう本当は知ってたんじゃねえのみたいな雰囲気になっちゃうじゃない。なっちゃうかもしれないからここで言っとくけど、そうだ、ね、本当にもっとすごいちっちゃいことでそのつぶやきをしたから、すごい嬉しいです。じゃあもう一日に二つもさ、願いが叶っちゃったんや。最高じゃん。最高。幸せ。いいなぁ。みんなありがとう。おめでとう。ありがとう。言うぜ。ララララッラないです。ありがとうございます。割と音違ったね、やりたいとこは。ありがとうございます。はい、じゃあ1位いきます。そうですね。あの、フラゲリクアは、全33曲の中から私たちがそれぞれ3曲ずつ選びました。はい、いよいよ第1位の発表です。はい、北原理恵が選んだ第1位はこちら。エントリーナンバー716。恋のお名は。ですよねー。ついに恋のお名はがリカは大賞曲になったぞー。おめでとう。ありがとうございます。これですね、あの、私、まあ、3位と2位は普通に単純に本当好きな曲だけど、恋のお名はに関してはちょっと投票もしてほしい。あの、ちょっとでいいから、歌いたいってだけだから、上位じゃなくていいから。見たいし、なんかそのアンダーのポジションで私も出たい、私も出たい、やりたい。そう、ほとんどいないから。そうですよね。メンバーが SDN さんとか見ましたね。そう、衣装も可愛いもんね。可愛い、あの着物をちょっとミニにしてあれにした感じ。着物の衣装ってめったにないじゃないですか、なんか羨ましいです。そう、あれ本当に可愛い衣装が、めっちゃ可愛い。これは本当にぜひ、あの、なんだろう、これ何位までやるのかな、実際200まではやってやるかな、多分200ぐらいまではやりそうな、去年は200でしたもんね、気がするけど。じゃあもうぜひ176位とかでいいからやりたい。その辺、そうですね、その辺を狙ってください。1日目の後半に出てくるみたいな。でも176位って偶然言ったけど1日目のラストじゃない。あ、締めを狙ってる、ね、お、じゃあそれがいいな。あ、そっか、まあ、25位ずつやるとしたら、どうなるんだろう。1日目のラスト5日間ありました。21から25日間あるのか。やから、あ、もうやる日にいつも決まってんだ。そう。じゃ結構できるね。いつもってさ、何日でしたっけ。前は4日間でしたっけ。プラス埼玉で、埼玉スーパーリーナで5で、あー、でも200か、それ、やっぱ5日間だったら200か、200ですかね。そこら辺も276位くらいに入りますように。きっとファンの人は入れてくれるよ、恋の女は。ちょっと入れてください、少しだけ。思いは届く。恋の女は好きな人結構多い気がする。いると思うな、割と。だから結構人気あるんじゃない、ね、ちょっと期待します。楽しみや。ですよ、ね、はい、じゃあ次私が行きます。はい、岩佐美咲が選んだ第1位です。エントリーナンバー778番、無人駅。そうですよね。これもね、大賞曲についに。そう、嬉しいですね。そう、初めて。前までユニット曲とかソロ曲入ってなかったけど、今回から入ってるじゃん、派生ユニットもね。そうそう、だから渡り廊下の曲も入ったらいいなって思うし、そんな曲もやれたらいいなって思って、やっぱり無人駅がファンの人での中でも一番こう印象に残ってるっていうか。そうだね、私も見たいな。なんかファンの人の中では、なんか私が無人駅以降もう曲出してないみたいな感じで思われてる。あ、時もある。そういう時もあるんですね。あ、出してたんだみたいな感じで言われるんですけど、一応3曲出させてもらってるんで、すけど、でもやっぱ無人駅デビュー曲で大事な曲なんで、やりたいなという。しかもこの当時よりもまたより良くなってますからね。絶対良くなってるよ。ちょっとなんかあげないでよ。いやいやいや、でもほんまに、だってなんか、あの、なんかでやりましたよね、ユニット祭りかなんかで。あ、なんかでやった。もっと2年ぐらい前ですか、めっちゃ前だけど。やりましたよね、その時。もうすごい上手いなと思ったけど。いや、感動した。そう。嬉しい。びっくりしました。歌いたいなぁ。歌ってほしい。入れてくれます、ファンの人。でもさ、絶対私のファンの人しか入れないよね、これって。いや、でも無人駅が。一人だもんね、確かに。そうですね、ソロってなるとね。いや、だから、でも、AKB の曲の中で、いっぱいポップな曲がいっぱいあるけど、その中に演歌っていうのは。そうだね。そうだよ、これしかないから。演歌好きの人の層が。そう、そう。もう、ぜひ。ね、そう、あ、そう、ラジオ聴いてる層の人って結構演歌聴く人多いから。そうですよね、ぜひ
皆さんも投票してください。お願いします。お願いします。はい、じゃあ私、はい、横山由依が選んだ第1位はこちら。エントリーナンバー268番、予約したクリスマス。クリスマスが好きなのかな。違う、季節のこと考えてみたんですよね、うん、今からの、うん、もうちょっとしたらクリスマスじゃないですか、うん、でこのね曲はね、約束を予約したっていう風に言い換えてて、うん、あ、そうだね、そうだから、まあ、待ち合わせ場所にを約束してるけどそこに来るかなっていうのを予約したクリスマスって言ってるんですけど、それもすごいいいし、うん、この曲ほんまに好きなんですよね。このクリスマスソング3曲あげましたけど、うん、その中で多分一番好きです、ね、うん、私も、あ、違う、私ノエルの夜のが好きだ。あ、そうなんや。私もノエルの夜のが好き、うん、まあ、全部好きなんですけど、まあ、3位に入れてるからね、うん、クリスマス好きなんだね。楽しみにしてるんだね、うん、意外でしょ、うん、意外意外意外だよ。そう、うん、だってマジレッサーだから、うん、何をクリスマスってみたいな、西洋のものですけどみたいな、何なのよみたいな、どうなってんのよみたいな。クリスマスはね昔からね、実家とかもねツリー飾ったりとか、チキン食べたりしてたんですよ、うん、あ、今日の今日の洋服も心なしかクリスマスでしたね、緑のチェックで。え、してないもん。してないんですか。なんかツリーを意識した感じですか。緑のチェックでもういいや、それでもう楽しみすぎて。でもなんかこう、うん、ノエルのね、うん、夜とかね、うん、クリスマスソング出してきたけど、うん、私もね、うん、あのノットエットが、ノットエット入れてほしいんだよな。あ、2人ともノットエットだ。そう、ノットエットなんです、うんうん、やっぱさ、ノットエットの中でどの曲が一番ファンの方が聞きたいと思ってるのかすごい気になる。わかる。そうだから、ダニが実際そう、まあ1曲くらいは入って、そう、入ってほしいんですけど、でもさ、やっぱさ、うん、あの1曲目の週末のノットエットかな、が、うん、ファンの人的にはパッと思い浮かぶんじゃない。でもね、そうそう、意外とね、ヒリヒリの花が好きっていうファンの人がいるんですよね。握手会とかで言われるじゃないですか、ね、でもヒリヒリはダンス難しいから、ちょっと今回は自重してもらって。なんで思い出せないから投票する方には。なるほど。でもわさみさん、そのわさみさん無人駅あるじゃないですか、うん、私もね、ノッテッドのカップリングでソロ曲やらせてもらってて。そうなんだ。そう、うん、メイっていうやつなんですけど、うん、私メイ見たいわ。でも私もやりたい、見たい。 AKB のコンサートではやったことないから、うん、ないね、え、見たいね。そんなことで私作詞したやつもあるから、ギルティーラブ、ギルティーラブめっちゃいい曲あれ、あれ世間に知ってほしい、うん、全部ね、やりたいですね、全部1033曲。やりたい、うん、やりたい、ほんと全部やりたい、うん、ランクインしなきゃやれないんだとしたら辛いよね。辛い。なんか1ヶ月公演とかにしてさ、もう、うん、やりたくない。やりたいですね。だって例えば200位から曲やるとして201位やった時、うん、メイが、あー辛い、全部やりたくなりますね、これは。全部やりたい、本当は。やりたい、ね、あ、これすごい、さすが、見たい。仕事が早い、仕事が早い。こういうね、ちょっと、ね、いい声、じゃあ私ゆいちゃんの声大好きなの。え、めっちゃ好き。嘘。うん、ありがとう。喋ってる声も好きだし、歌声もすごい好き、うん、嬉しい。なんかスーッと入ってくる感じがして。これはね、振り付けもね、うん、いいんですよね。あ、振りがあるんだ。そうなんです、振り付けもついてる。振りなさそうな曲なのに。りえちゃんの声はすごい好き、ありがとう。では以上です、はい、以上フラゲリカワでした。ではここで1曲いきましょう。小春さんの特別ユニット、11月26日発売、 AKB48 の38枚目のニューシングル希望的リフレインに収録されるカップリング曲です。今夜どこよりも早く独占解禁となります。うん、小路坂46で風の螺旋。岩佐美咲です。しょうまこさん、20歳までにやっておきたいことを40歳くらいの大人の女性と言ってください。制服が着たいな。 AKB48 のオールナイトニッポン。クオリティだわ。さあ、あ、またまたメールが届いています。メッセージが届いてます。なんだ秋元康さんからまたまたまだ聞いてくれてる。岩佐の新曲のカップリング、稲川淳二さんとのデュエットがいいな。いやめてくださいよ。本当ですか。待って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 、そのさ、稲川淳二さんは
いや本当にね、いや僕はね、いや怖いな怖いな、歌はちょっとなって思ったらね、いやどうにも AKB ポジティブね、岩佐美咲ちゃんってちょっとあんまり知らない有名じゃない子なんだけど、あのカップリング曲でどうかっていう話が来て、いや怖いな、嫌だな嫌だなって思ったんだけどね、いやーやることになっちゃったっていう話なんだよね。すごい面白い、大好き。音やってる。これはさ、ね、本当に長谷川淳二さんが来てくれるのか、わさびなのか、私が。え、わさびそれで歌えるんですか。無理でしょ。私なんか歌えるやん。無理だろこれ、微妙な出来だから。みんなが淳二さん感はなくなりますね。いいやん、面白いわ、ほんとそれができたら面白すぎますけど。なんかもう一つメッセージが届いてます。秋元康さんからの伝言です。はい。横山の写真集をイメージしたソロ曲も作ろう、アルバムに入れよう。やったー、何ですか。すごい、秋元先生今日テンション高い。うわ、嘘だって。ほんまですか。なんかさ、横山の写真集をイメージしたソロ曲も作ろう、アルバムに入れよう。あ、アルバムってもう次発売のやつやん。じゃあってことかな、 AKB のアルバムに入るんじゃない。そうそうそう、間に合う。AKB のアルバムに入んの。そうだよ、やったやん。やばい、わかんないわかんない、なんでも絶対そうじゃない、アルバムやったけど。自主レーベルかもよこれは。あ、違う、自主レーベルのアルバム。インディーズ、うん、インディーズの可能性もある。ある、ある。え、でももうソロのアルバムの可能性もある。おかしいだろ。ちげえわ、なんなんだよ、もうやめてくれよ。なんでわかんないんだよ。もう話しかけないでよ、私に。なんでよ、なんで怖いって。いやーやめて。多分さ、今、自分の稲川淳二さんのデュエットの件でさ、多分ちょっと、あの、動揺を隠せてないの。多分し、いやー、岩佐さん、また怒られるよ。はい、岩佐さん。岩佐さん、また怒られるよ。はい。わさび落ち着いて。嬉しいな。今日面白すぎる。今日はいい日ですね。りえちゃんの映画も決まって、ゆいちゃんのソロ曲も決まって、まさみんの、稲川淳二さんとデュエットも。いや、本当にね、いや、今日は何かあるな、何かあるんじゃないかな、怖いな、と思ったらね。いや、実際ね、こうしてね、稲川淳二さんデュエットができるということで、いや、怖いな、と思ってるんだけどね、実際、まあ、できるのかなっていう不安もあるけれども、できたらいいな、と思ってるよね。そう話したんだよね。横山由依です。顔面ケーキ屋さん、 AKB48 のオールナイトニッポン CM 中あるあるを教えてください。急にメンバーが携帯を触り出す AKB48 のオールナイトニッポン。続いてはこちらのコーナーです。リクエスト選抜。普段から来るのやめて。これがあの音が鳴らへんとやっぱダメなんですよ。不意打ち、不意打ちはあかん。さあさあ、あるテーマに沿って私たち3人がそれぞれ選曲選んだ理由は熱く語り、番組スタッフが判定、はい、選抜された1曲のみがオンエアとなります。今夜のテーマはこちらです。歌声に痺れる1曲。え、中途半端なやつ。ちょっとさ、この後のさ、うん、なんかゆいちゃんが言う予定の人のことちょっと意識してなかった？あ、そうです。いや、後付け。ありがとうございます。でも、ね、そうかも。さあ、今日は AKB48 の歌姫3人が集まっているということで、このテーマになりました。それは忘れてましたね。忘れてた。それぞれ歌声に痺れた1曲を選びました。では、順番を決めましょう。誰から、あれする。最初はグー、じゃんけんぽい。はい。はい、じゃあ、ゆいちゃんから。はい、私からいきます。私が歌声に痺れる1曲は、長渕剛さんの乾杯です。いいね。いや、この曲はね、昔ほんまに小さい頃にパパがすごいいい曲やって言ってたんですけど、その時は、うん、自分乾杯する気持ちとかもね、まず知らなかったじゃないですか、うん、お酒を飲んだりもしんひんし、うん、だから知らんかったし、この曲の歌詞の意味とかを深く考えれなかったので、その当時は小さくて、うん、今になってね、うん、わ、これすっごいいいなと思うようになったんですよ、うん、大人になってね。あのね、これはあの結婚式で、うん、自分の結婚式でね、うん、誰かに歌ってほしいなって、いやー、出番かな思ってるんですよね、うん、なんかあれすごいスルーだった。スルーする。わさみさん歌ってくれますか、うん、ほんまに、うん、ほんまに、うん、どこが好きかな。でもやっぱね、昔から今までのことをね、語ってあるじゃないですか、青春の日々とかね、うん、かそういうのが、ね、はい、
ちょっと今日はね、頭も冴えてないみたいなんで。ちょっと申し訳ない。滑舌も悪いし。大丈夫、大丈夫ね。そういう日もあるよな。あるあるある。うん、ありがとう。私行く？どっちがいい？あ、じゃあ私行くわ。うん、オッケー。はい、じゃあ私、北原理恵、行きます。はい。私が歌声に痺れる一曲は、ポルノグラフィティさんの青影です。うん。まあ、ポルノさんといえば、もう、歌の安定感が半端じゃないじゃないですか。うん、ね。ほんと、ライブとかで生で聴いても、CD を聴いてるのかって、お、逆に疑っちゃうくらい、歌の安定感がすごくて、お上手なイメージなんですけれども、うん、まあ、このポルノグラフィティの青影っていうのはですね、すごい、まあ、田舎町のカップルの、まあ、なんか可愛らしい情景を描いた歌なんですけれども、何が一番可愛らしいって、もうアキヒトさんの裏声が一番可愛い。あんなにも歌が上手、もう上手なんて言葉じゃ抑えきれないけど、歌の安定感が半端じゃないアキヒトさんが、あれ裏声苦手なのかなってちょっとだ、思うのよ、これ。そう、でもそんなことないって思うでしょ。CD ではどうなんですか。CD で、青影の CD でこう、あれアキトさんみたいな可愛らしい一面が出ちゃってて、そこをもうぜひみんなに聞いてほしい。アキトさんの意外な一面を見て、聞きたくなった。聞きたい。うん、はい、私いきます。私が歌声に痺れる一曲は、椎名林檎さんの歌舞伎町の女王っていう曲なんですけど、そう、最近椎名林檎さんすごいよく聞くんですね。で、あの、本当に声が良くって大好きなんですけど、でもこの間何かの音楽番組に出られてた時に、自分の声がずっと小さい頃から変な声だと思ってコンプレックスだったっていうことを言ってて、なんかそれを知ったら、さらに、なんだろう、好きになってしまったというか、で、なんか、椎名林檎さんの曲って、もう世界観がすごいっていうか、独特の世界観じゃないですか。もう聴いてるだけで、その世界観の主人公に自分がなってるような、もう歌舞伎町の女王にね、なったような、もうそんな気持ちになれるんだよね。いやー、やばいな、怖いなと思ったらね。いやー、だって、やってって言ったんや、大人が。どうしてくれるんや、もう。また情緒が、情緒が。今日の私の2時間の一番の武器を、また怒られるよ。はい。では運命の投票に行きたいと思います。もう投票厳しいんですよ。これ厳しいよね。3人のプレゼンを聞いた番組スタッフに挙手で投票してもらいます。投票に上がれてるかな。一番聞きたいと思った人の曲に手を挙げてください。はい、じゃあ横山の乾杯が聞きたいと思った人。あ、2人、うん、じゃあ北原の青影が聞きたいと思った人。1、2、3、4人。お、4人ね。わさみんの歌舞伎場の、歌舞伎町の女王が聞きたいと思った人。1、2、3。あ、接戦じゃない今日。接戦やん。4、3、2ですよ。ほんとだ。ってことは、やった、今夜ゆうちゃんの、ポルノグラフィティさんの青影、青影選ばれました。めっちゃ聞きたい、それ。聞きたい、聞きたい。ぜひ聞いてほしいです、ほんとに。聞く。すごい、みんなで明人さんのことを愛おしくなりましょう。はい。聞いてください。ポルノグラフィティで青影。AKB48 のオールナイトニッポン。この番組は、スカルプ D、クリエイト、白夜処方、ブルボン、AKB48、ついに公式オトゲー出ました。以上、各社の協賛で、東京千代田区有楽町日本放送をキーステーションに、全国36局ネットでお送りしました。さあ、今夜もあっという間にお別れの時間になってしまいました。はい、あ、マリアンヌさんから。あ、やっとやっと見つかった。わさみ、約束通りちゃんと聞いてるよ。ありがとう。リエちゃん主演映画おめでとう。ありがとう。ゆいちゃんの声大好き。ほら、川にいる気分になります。何を言うてはるんで。ちょっと例えがよくわからない。寝てはります。寝てはりますね、うん、3人のラジオオープニングから面白くて、ボディーソープ詰め替えながら一人で爆笑しちゃった。チーム系ラブ。ありがとうございます。例えがすごい下手ですけど、うん、何変わった。すごい、ありがとうございます。面白いね。嬉しいね。んですけど。そして、はい、なんともう一人聞いてくださってる方がいます。マジか。なんと NMB48 の市川みおりちゃんです。みおり、ありがとう。
NMB48 のみおりんこと市川みおりです、うん、怖いな怖いな岩佐さんの稲川淳二さん面白すぎます。ありがとう。そして北里恵さん映画主演おめれもんです。おホラー映画でなければ絶対見に行きますね、うん、あホラーが怖い。そして岡山さん、うん、フレッシュハンナリになりたいの。みおりんは次のチャランポランタンさんのオールナイトニッポンゼロを待機してます。だってあでも聞いてくれて。この後3時からですね、うん、チャランポランタンさんのオールナイトニッポンゼロは、うんうん、嬉しいね。嬉しい、聞いてくれると思ってなかった。めっちゃ嬉しい。あ、そしてまたメッセージが来ました。なんだ、あ、ねえねえ、秋元康さんからの伝言。わかった、岩佐のソロコンサートもやろう。まだ人集まんない、人集まんない、人集まんない、やだやだ、行く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 、人集まんない、行く行く行く、大丈夫、やばい、また上場、またやばいやばいやばい、また上場不安、上場不安定になるか、ちょっといい、ねえまさみん大丈夫だよ、大丈夫、じゃあチーム K が応援に行こう、 K みんなで行こう、 K みんなで行こう、 泣いてないの、嬉しくて泣いてんの、怖い、人が怖いの、大丈夫、ね、もう AKB 全員参加でいいよ、なんとかしましょう、嬉しい、だって演歌をやっぱ広めてほしいですもん、え、ほんとに、てかし、うし、 AKB にはこんなに歌がうまい子がいるんだっていうのは本当に知ってほしい、うん、え、本当にやれるのかな、うん、うんうん、え、本当かな、今日行ったことはもうオンエア公共の電波に流れてんだから、今からなしなんて言ったら本気で許さないよ、嬉しい、うん、少女不安です、少女が不安、ちょっとじゃあ、あれあれやりましょう、あれあれ、いや嬉しい、あれあれやりたくて、ちょっとちょっとね、あれですか、じゃあ このタイミングでするのあれですけど、やりますね、あるある、うん、ラジオネーム峰岸南アフリカさんからです、うん、転校生、東京から来た転校生って一時盛り上がる、あるある、転校生、転校生か、ちょっと待って、あ、頑張れ、あ、頑張れ、転校生は、うん、一瞬違う制服のまんま来る、すげえモテる、私実際転校生だったんですよ、中学の頃。あ、そうなんや、マジ？めっちゃモテたかんね、へえ、いいな、モテた、しかも眼帯してたの、うん、結膜炎で、うん、そして可愛い方の目が出てたからモテたのかも、うん、どういうことやねんなんかさ、可愛い方ってあるじゃん、自分で、あれよあれよ、ちなみにリスナーさんからのはリコーダーの色が違う、はい、まあ、ちょっと制服が似た今はい、はい、あ愛知県ラジオネーム谷真理香神押さん、うん、お題、体育の授業、先生だけ長袖のジャージなことに対してムカつく、あ、それ、うん、二人組がなかなか決まらない人がいる女子と男子で別れるようになってから、うん、なんか体育同じ場所で異性がやってると頑張っちゃう急に別れるもんね、うん、急になんかね、ありますよね。リスナーさんは、自分の部活の種目の時の見えないプレッシャーがすごい、あうまいな、それは、それは上手や、勝てない全然、リスナーさん、大家さん上手、でもだってリスナーさんは考えてんねんもん、お前大阪府のラジオネームカッツイさんから、カッツイさん、カッツイさん、お題 LINE、 あなんかもう開かずに、あこれちょっと保留なんだよなみたいな時、既読せずに置いとく、あるわるゆるスタンプで返、もう返さなくていいよって意味でスタンプ1個送ったのに、またスタンプ1個返されて、あーって思う。これ既読しなくていいよなって思ったわさみさんみたいな時に、既読してなかったらもう1個さらに後に話題が来ちゃって、結局見ないとダメになっちゃう。そう、言いたいことはわかるよ。わかりますか、うん、だから絶対音返信欲しいときは、うん、本文送ってスタンプ送る、そう、そしたら見ないわけにはいかないからね、うん、そうですよね、文は気になる、ちなみにこの人のネタは、うん、LINE トークが長引いてくるとお互いにスタンプしか送らなくなってくる、あリエちゃんみたいな、いやー LINE はね、うん、LINE はでも今言えって言われたらいっぱい言えそうだって、グループ LINE とかもあるし、ね、そうね、じゃあ、あのさ個人的な LINE、そのまあそこの通知の時見ちゃってさ、うん、あこれいいやと思って見ひんかったけど、グループ LINEの方がさちょっと面白いくって返信しちゃった、うん、あこれもう一人あの人返しとかなってなる、それめっちゃわかる、わかるし、うん、あとあのみんなすげえあからさまなのが、もうグループラインになると既読がめっちゃ早い、みんなわかるわかる、多分自分ってわからへんから、うん、既読早くせに多分誰か返事するだろうと思ってあんま誰も返事しない、そう無視される、みんな
白状ものだ人間は。そうね、さあ、まあ今日はあなんか盛りだくさんな一日でしたね。盛りだくさんでした、うん、楽しかった。2時間だってまず主演映画決まってさ、でしょ、ありがとうございます。で、ソロ曲とソロ曲とソロコンサート、あ、稲川淳二さんとデュエット、デュエットも決まってね、ソロコンサート、うん、人来ない、うん、大丈夫かな、全員見に行くもん私、うん、あ、観客の方に、嬉しい、お互い見に行こう、みんなで、そうだね、うん、全員ちゃんとチェックし合おう、うん、いや、いろいろあったね、今日は、いや今日盛りだくさんでした、うん、楽しかったわ、楽しかったですね、はい、うん、まあ、こんな3人で楽しくお送りしてきました、AKB48 のオールナイトニッポン、今夜のパーソナリティは、岩佐美咲と、横山由依と、北原理恵でした、バイバーイ、おやすみなさい、ありがとう、遅くまで、AKB48 のオールナイトニッポン。Thank you.